渋谷で一番肉を売ってる会社が肉じゃない肉を開発提供していくっていう、はい、みんな周りからはやめた方がいいんじゃないかって言われたんだけど、何が何でも黒字にはしなきゃっていうことでやってきました。どんな企業に投資したいですかって聞いたら、いけてる企業よりも救済を求めてる企業おっしゃってましたけど、そうですね、多分今の一声で10万人ぐらい見てるんで、あ、そうですか、株価が3倍ぐらいになってる。日本から世界へ、あなたの夢は何ですか？その夢を叶えるための力があなたにはありますか？常識を覆す即戦力ハンターシティ。はい、ということでお時間になりましたので始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、上場企業アクロディアの会長を務められる、田辺先生をお招きして、やってまいります。田辺先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。田辺克樹です。私は平成元年に弁護士になりまして、その後は実業もやるようになって、今は今ご紹介いただいた東証2部、今度スタンダードに移行するんですけど、東証2部のアクロディアっていう会社の代表取締役会長、その他に不動産会社とかゴルフ場の経営とか、法務省認可のサービスとか、そういういろんな会社経営しております。そうですよ、はい、ありがとうございます。すごい田辺先生のご経緯を聞いた時に驚いたんですけど、はい、このアクロディアという会社は田辺先生が創業したわけではない。そうですね、はい、この社長会長になったきっかけなどお話しいただけたらと思います。はいはい、もう今から5年前になるんですけど、はい、当時の社長と副社長さんが私の事務所に来まして、それはもう端的に資金の援助の申し込みだったんです、はい、事業家としての私を、訪ねてきたというところが、スタートなんですけど、はい、アクロディアって会社はもともと当時ガラケーの時に創業して、年間にガラケーがですね7000万円台とか、そういう売れる時代に、そこの中の絵文字ってありましたよね、昔ドコモさんの NTT ドコモさんの i モードっていう、はい、あの中身のことを全部担当してた会社なんですね。それでもうあっという間に上場したっていう会社なんです。ところがその後ガラケーがスマホになってしまってありましたね、一気に業績が悪くなっちゃった。はい、それからすごいいろいろ苦労を重ねて、5年前のちょうど今頃、うちの事務所に資金の援助を申し込みに来たと。そこのグループに入って、私は株っていう形で投資してやっていくんだったら、あなたたちがせっかく創業した会社なんだから、しっかり立て直して頑張ったらどうだっていうところで、関わるようになったっていう経緯なんですね。乗っ取られそうになってた上場企業そうですね、作った、法律的に作ったわけじゃなくて、はい、第三者、事業家として、作ったというような感じですね、はい、でその後また大型に株を、そうですね、そこから実際中に入ってみると、かなりの赤字だったもんですから、かなり増資しまして、資金をつぎ込んで、何が何でも、黒字にはしなきゃっていうことで、やってきました。なるほど、はい、自分がどういう思いでやってきたかとか、人助けのが根底にあるとかいうところはやっぱり分かってほしくて、そういうことも書いたりはしてます。なるほど、ありがとうございます。先日田辺先生もエンジェル投資をされているんで、どんな起業家に会いたいですか、どんな企業に投資したいですかって聞いたら、イケてる企業よりも救済を求めてる企業おっしゃってましたけど、そうですね、はい、救済する心っていうのがすごいあられるんですよね。そういう意味ではプロの投資家ではないと思ってます。なので、本当に戸村さんはもうプロの投資家で、若い時に一人でね、アメリカに渡っていろいろそこの経験を今度は後輩に伝えていきたい、投資して育てたいっていうのは素晴らしいなと思ってます。それあります。そんなアクロディアさん、肉よこさんも買収され、はい、
渋谷肉横丁、若者が一番集まる場所、はい、渋谷ホットスポットって言ったらもう一番上に出てくるそんな場所ですか、はい、そんな肉横丁でアクセラレーターをやられると、はい、起業家を育成する、はい、そのあたりちょっと詳しくお話しいただきたいと思います。渋谷肉横丁でインキュベーションセンターというのを立ち上げまして、はい、そこに集まる肉横丁なんでもいろんな若い人たちが来て、優秀な人たちも来て、そこでいろいろと将来の夢を語ったりしてるのを、そこも私が資金援助したっていう形なんですけども、その若者を集めて日本の将来を担えるような起業家を育てたいということで、はい、そういうインキュベーションセンターを立ち上げたばっかりなんですよね。そこでまさにひかるさんともこの間お会いしたばっかりで、まあ、日本が今置かれている現状の中でね、若い人を育てたいと、もうお若いんですけど、さらに若い人を育てたいって素晴らしいなと思ってます。恐れ入ります。僕全然アクロニアさんの回し者ではないんですけど渋谷肉横丁で今やられてるのがネクストミーツさんとコラボ開発されて、はい、肉じゃない肉、そうです、ね、培養肉を展開されていて、はいはい、シリコンバレーでも牛乳の会社がノットミルクっていうですね、 AI で牛乳を錯覚するような牛乳を出して、牛乳じゃない牛乳なんですけど、もうそれだけでですね、ユニコーンになって企業価値1000億円を越したような会社もあるんですけど、渋谷で一番肉を売ってる会社が肉じゃない肉を開発提供していくっていう、これかなりサスティナビリティカンパニー銘柄となりうるような IR なんですけど、はい、ありがとうございます。まさに渋谷肉横丁でね、まあ、いろんな美味しい肉を出してるんですけど、その中で今サスティナビリティっておっしゃいましたけど、まさに地球環境の問題っていうのは実はもう本当に大きな問題で、脱炭素化ということは絶対的な課題になってるわけですよね。もうヨーロッパなんかではカーボンニュートラルに取り組まない企業のものは買わないとか、いろんな関税がかかるとか、そういう法制が引かれ始めてます。で、そういう中で日本の企業がそれに取り組まないとですね、ヨーロッパでは物も売れなくなっちゃうっていうようなことになってきてるんですよね、実は。で、アメリカもそこはすごく取り組んでおります。日本はそこが遅れていて、カーボンニュートラルをどうしてもやっぱりやらないと、地球温暖化の問題というのはひどい惨事を招くわけですよね。だから人類のためにはこれをどうしてもやっていかなきゃいけない。そんな中で代用肉っていうのは牛の排出する二酸化炭素ですね、まあ、これを減らす役割があるんですよね。そういうことにまさに肉横丁の若い方々が取り組みたいという話をされたので、まあ、それ素晴らしいじゃないですか。素晴らしいです、ね、ぜひやろうということでやっております。これからはサステナビリティ銘柄で、はい、ゴールドマンサックスさんがね、サスティナビリー銘柄に積極的に投資する、そして企業価値を PR を上げて投資をするって大々的に出しているので、はい、シリコンバレーの企業家、世界中の企業家がいかにこの自分の会社をサスティナビリティ銘柄にするかですごい戦っているんです、はい、まさにその領域で挑戦されているんですね、はい、渋谷肉横丁でインキュベーションセンターやってますんでお立ち寄りいただけたらと思います。で、アクロニアさんといえば、はい、まあ、今回も NFT、今日ですかね、はい、発表されて投資家 YouTuber の間で騒いでましたけど、はい、そのあたりの戦略とか、そうです、ね、どんなプラットフォームなのか、はいはい、まあ、アクロニアっていうのは IT の会社なので、はい、やっぱ IT で社会にいろいろ貢献できるような、まあ、仕事がないかなと。で、先ほど申し上げたようにアクロディアは、まあ、非常に厳しい現状の中で、なんとか私になってからの3年目ですかね、なんとか黒字にして、これからっていうところにコロナになってしまってですね、また今結構苦しんではいるんですけども、そんな中でやっぱりブロックチェーンの技術っていうのは絶対これからの IT の世界で絶対に主流になるなということで、アクロディアとしてはずっと取り組んできました。やっとたどり着いたのが NFT かなと思ってるんです。で、うちの特徴は
YHOW NFT っていうんですけど、それは実はアメリカで OpenSea っていう NFT のすごい大きな市場があるんですね。でそれはイーサリアムベースであのブロックチェーンを組み上げてるんです。結局イーサリアムと互換性があるんですよ。そうすると非常に暗号通貨を通じて換金しやすいんですね。自分が買った NFT が、まあ、誰かに譲渡するのも楽だし、譲渡した代金を今度はイーサリアムでもらえて、でそれを自分の暗号資産の取引所で換金すると、今現金化もできるっていうところに特徴があって、まあ、それであのオープンシーっていうのはものすごい急速に伸びている市場なんです。はい、そことうちは直結するっていうプラットフォームを、まあ、あの作りまして、それはもう本当に日本で多分初めてなんですね。であのブロックチェーンはご存知のようにいろんな、まあ、あの組み方がありますから、ビットコインのような組み方もあればイーサリアムみたいな組み方もあるわけで、で今の日本の NFT っていうのは独自のブロックチェーンの組み方をして、その会社しか使えない、その会社が開いた市場でしか使えないっていう形になってるので、まあ、ある意味互換性がないんですよね。だからあんまり日本ではそれほど、まあ、いろんな会社が今やってますけど、まだあのアメリカのオープンシーとかそういうところに追いついてないっていう、まあ、現状があるので、我々はもうやっぱり大きな市場で取引できるようにした方がいいんじゃないかっていうことでやりました。なるほど、はい、日本初の世界で挑戦する NFT プラットフォームであると。そうですね、いうことです、はい、ありがとうございます、はい、ここからはですね、あの、はい、すごいニッチなんですけど、これほとんど 100% が投資家か起業家さんが見られてるんですけど、重要なお話をさせていただこうと思います。